本当にありがとうございます。おうちゃんのひろです。今日ご紹介したいお茶はイドロロン茶です。このビデオはこのお茶の美味しい入れ方のご紹介と、茶畑での収穫風景、そして、製茶工場での製茶の風景をご紹介したいと思います。最後まで見てね。では早速このニードルウーロン茶の美味しい入れ方をご紹介しますね。まずはじめに80度に湯冷ましたお湯を 200ml ご用意ください。そして 5g の茶葉、80度になった 200ml のお湯を茶葉が入った急須に注ぎます。お湯の中で茶葉が開く様や急須から立ち上る香りも楽しんでもらえるととても嬉しいです。抽出時間は2分間。最後の一滴までお楽しみください。綺麗なオレンジ色です。飲んでみましょう。ほんまにうまい。フルーティーです。ほのかな甘みも、なんていうんでしょうか、後味にいい感じの渋みを感じますね。すっきり爽やかフルーティー、結構狙い通りのお茶になりましたね。美味しい。ここからはこのお茶が採れた畑での収穫風景をご紹介します。この畑は去年の5月からオブブでマネジメントをすることになった茶畑で、今までのオブブのお茶のマネジメントと違い、農薬や肥料を使用しない自然の太陽と水や土、そして私たちのお世話のみで育てる方法で栽培した茶葉で作っています。品種は狭山香り。今年は4月10日に霜の被害に遭い難しい収穫時期の判断でしたが、オブブのスタッフみんなで若い新芽を丁寧に摘み取りました。摘み取った生葉を製茶工場へ、そして約20時間移調させます。去年までは特別な移調をさせず、生葉をごく浅蒸しにし製茶工程の途中で酸化発酵させる製法で作っていました。煎茶や玉露と同じ針のような形なのに味や香りがまるで違う、珍しく面白いお茶にしたかったのです。今年は香りをよりフルーティーにしたくなり、日本の製茶機械である中重機を改造し胃腸器として使っています。そして極浅蒸しで蒸して殺生酸化酵素を止めます。粗重機という機械で熱風を使い揉み込みながら乾燥させます。なるべく茶葉を壊さず、茶葉の細胞を揉み緩めて香りや味が出てきやすくなるようにしています。この製茶機の工程がお茶作りで最もドキドキワクワクする工程です。なぜならほとんどの工程が終わり、美味しくなりますようにとか、あの時ああすると香りは違ったのかなど想像しながら針状になっていく茶葉をめでつつ待つからです。そして最後の乾燥工程で仕上げの乾燥をさせると、甘い香りやフルーティーな香りがするのでたまりません。出来上がりました。もう一度美味しいお茶の入れ方をおさらいしたいと思います。もちろん水出しても美味しいですよ。これからの季節にぴったり、お試しください。最後までご覧いただきましてありがとうございます。このような珍しく面白いお茶作りに挑戦できるのは茶畑オーナー様のご支援があるからこそできることです。本当にありがとうございます。これからも皆様と一緒に日本茶を世界へ、そして多様性のある日本茶の魅力を発信していきたい、お茶漬けになって楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。